ウルムチ航空は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区ウルムチ市に、本拠を置く、格安航空会社である。2013年に、海南航空とウルムチ市政府の共同出資により、設立が認可された。2014年8月28日に、中国民用航空局より、運航許可を取得、翌29日にウルムチ E 入管に就航した。2018年6月27日、 ウルムチー・イルクーツ区間で初の国際便を運航した。2019年5月28日、ウルムチー・コール部間イコールシンガポール間に就航した。2019年7月から国内線のサービスの一部をインターネットで申し込みした乗客にのみ、提供するように変更した。機内食や荷物の託送は出発の36時間前までに WeChat の 公式アカウントから申請が必要で、機内食は飛行時間が100時間以上を超える便で飲み、ビーフジャーキーやチョコレート、コーヒーなどの軽食類が購入可能となる。11月18日、日本の国土交通省より、外国人国際航空運送事業の経営許可を取得、同年12月30日より、ウルムチイコール部間イコールウルムチイコール災難イコール、 中部路線に就航予定である2019年11月現在ボーイング737から8002019年11月現在ありがとうございます。